人は何のために生きて死ぬんだろう。それは、こんにちは、大八です。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。伊沢さん、僕はあの日本、デンマークで生まれて育って、日本に来て今もう7年目になるんですけど、いろんなね、日本に来て、小さい頃からこう日本には3年に1回とか親が連れてくれて、いろんな日本、いろんな部分行ってきたんですけど、今回来てちょっと残念やな、堕落したな日本人っていうの、小さい頃から思ってたんですけど、見ててやっぱりこう、なんていうんですかね、その子供たちがなんか道でやっててもなんかおじいちゃんが叱ってこないし、みんななんかもう自分だけでもう 下ばっかり向いて、もうあのスマホばっかりになってて、もうなんかたまには空見るのかいって感じになる。でも日本も諦めたもんじゃないな、だから僕もやってきたんですけどね、戻ってきたって言ったら違いますけどね、その日本の学校に行ったことないので、デンマークではあの土曜日だけ補習校、日本人補習校っていうのを通っていったんですけど、あとは学校、中学校1ぐらいまでしかなかったんですけど、それ終わったらもう自分で維持して本を読んだり、映画見たり漫画読んだり人と触れ合ったり、やっぱりこう維持していかないと忘れていくんで、でも日本が大好きだからやってきたんですけどね、やっぱり自分はデンマークで白人の世界で生まれましたけど、やっぱり日本人としてのすごい誇りがあったんですよね。結構日本はね、みんなもう外国住んでたり行ったらは、そのただ旅行じゃなくて住んでたりすると分かると思うんですけど、やっぱりこう日本は結構叩かれてる、もうずっと80年代からもね、戦後見ててもなんかこんなにすごい文化すごいいいね、歴史ですごい素晴らしい、なんていうのかな、自然もあったり、もっと威厳持ってほしいんでしょ日本人に。なので僕ができること、なんか僕も日本来て、ちょっと仕事のことで友達に相談とかした時に、大ちゃんの仕事はそのお金の仕事じゃないよ、こういうことをみんなに言う、ね、知らせることだよって言った、なるほどって、僕もだから、音楽、自分の音楽の中でこういうこと話したり、訴えたり語ったり、はしていますけどね。今回本当に皆さんね、サポートしてくれて応援貢献ありがとうございます。人はっていうアルバムを出して、5曲の EP アルバムですね、ができたんですけど、これも本当はいろいろあってね、周りの人でね、今コロナの中で自殺があったりして、この曲もそのね、あるファンの子供が飛び降りちゃって、でもその前の夜に降りてきて、なんか本当に僕じゃないみたいですね、バーッと、たまに結構あるんでしょ、周りの人で亡くなったり人が行った時にこう感情がなんか降りてくるんですね、天からガーッて、歌詞もメロディーも、でそんな感じ、なんか泣きながらガーッてこう作曲して、次の日にそういう電話が来て、うわーって、なんかもしかしてその人だったのかなって、そんなちょっとね、科学的な証明はないけど、いろいろ経験としてあったんですけど、それが今回僕のアルバムのナチュラルウェーブっていうスタジオで、その伊沢さんとエンジニアで、の後輩もコロナの中で自殺しちゃったんですけどね。でその彼が、大ちゃんそれメッセージだよって、今だよって、やろうやろうって言って、何回も 4,5 回だったっけ、伊沢さん何回かはね言ってくれましたよね。で僕はやっぱりスタジオ代もないのに、なんかいやそれはできない、悪いなと思って、で断ってたんですね、何回か。
でまあ僕ももうそろそろもうコロナの中でまあこうフリーランスでこう補助金とかもいただいてたんですけども、それがなくてまあ子供もできてねまあもうほぼプロの専業主婦ですけどね、プロのミュージシャンに戻りたいっていう感じで、あもう生活もかかってるし何かやるしかないっていう感じで、じゃあお言葉に甘えてってなって、まあその伊沢さんの、スタジオに入ってナチュラルウェーブに入って、まあ、このアルバムが作成できました。本当にだからみんなのなんていうのおかげさまで、まあ、お互い様でって感じだと思うんですけど、本当にありがとうございます。おかげでまあねこれが録音できて、まあ、まだスタジオで払えてないんですけど、ね、ちょこちょこ、うん、ちょこちょこですけど、まあ、そこも伊沢さんもねそれは本当に、まあ、チームとしてこう迎えてくれたんで、まあ、僕もなるべくねそれをリスペクトしてその、ね、全部一気には払えないんですけどね、まあ、そういうことがあって、まあ、このアルバム人はっていうのね、やっぱり人って今の時代なんていうのかな、一番大切みんなやっぱりもうこうねもう情報型で、何でもある世界、僕たちなんか VHS とかねベタマックスの時なんかもう何時間もかかったりね、今はなんかもう SD カードで5分で何分でピンってこうコピーできるし、まあ、YouTube でも何でもパッパッパッてこう撮影できる、まあ、僕たちの時代はもうそういう自分で探っていくしかない。でまあ、その中でやっぱりこう今一番大事なものってやっぱりこうまあそのねデバイス、いろんな機器も大切だけどテクノロジーもでもやっぱり今やっぱり人の触れ合いかなって、何かがあった時もまあ今ね僕は今奈良に住んでるんですけども、まあ南海トラフとか、いや僕も日本来た時はもうバックパックにもうロープからナイフから全部保存食からもうガスからそのねフライパンから全部もうこう用意してるんでしょ、まあ、僕だからデンマークは言えば山がないんで何の自然災難もないんですよ。なのでまあ僕、まあ、日本人からしたら僕はちょっとなんていうの怖がり者っていうのっていう感じなのかな。でもなんかやっぱりこう日本これで日本来て7年間いろんなタクシーのうんちゃんやったりいろんなおっちゃん道で会った人もこう毎回聞くんでしょ、でも準備してますかって、いやしてないって、うわすごいな日本人の精神これ侍魂かってなかなかね、まあまあ死ぬ時は死ぬっていうのはあるかもしれないけど、僕はやっぱり怖い、やっぱりこう緊張感がないとダメかなって、僕はね警戒心っていうか、やっぱりこう全部そうですよね、やっぱりこうテレビ見てても新聞見てても全部鵜呑みにするっていうのはもう考える力がなくなってるっていう一つの証だと思うし、やっぱり全部その新聞でもニュースでもそれがやっぱりいた人しか本当にわからないじゃないですか。じゃあその第二次大戦でもやっぱりそこで負け組勝ち組ってなったけど、それも本当はそうだったのかっていうことを本当にみんなも真剣にやっぱこう裏付けして、ただこう聞いたものを教科書で読んだものを鵜呑みにするんじゃなくて、やっぱりリサーチして自分の先生、自分の博士、自分の科学者、自分のグルーになって責任持ってやらないのね。だから僕も音楽もそうですけどね、やっぱり音楽も結構人の心に種を植える感じだから、これバビー・マクファランが言ってたことなんですけど、やっぱりそういう歌詞の中でねそういうものを人の心に植えるもんだから責任があるよねって、僕もまさにそう思うんですよね。気をつけてやらないとね、そのまあまあそういうことでね、ちょっとこう熱くかっちゃったけどまあでもまあよかったらね、みんなも、まあ、まだその「人は」っていうアルバムもまだあるんで、よかったらいいと思ったらまたそうですね、聞いてください。でもしよかったらねその CD に、まあ、CD じゃなくて今はもうこう現代的に言うとまあもうファイルで今やってるんで、もうハイレゾルーションと CD のバージョンと MP3 でやってるんで、まあ、好きなのを選んで勝手に自分で選んで、まあ、3つの種類送るんで、まあ、よかったらドネーション
ね、寄付をしていただけたら、嬉しいです。助かります、まあ、みんなね本当にこのコロナの中で大変だったと思いますけど、まあ、みんなね一緒にこれからやっぱり触れ合って、やっぱりこうね、やっぱりリコネクトしないとダメと僕は思うんですよ。やっぱり今言った南海トラフ自然災難でも、日本なんか特にいっぱいね、こんなにあるあの自然災難がある国ですから、やっぱりそこは一番大事な人との触れ合い、これから本当にもう備えろよっていう感じ、僕はねみんなに言いますけどね、もうそろそろ目覚めろよってならないと本当にやばいと思う。でそれをするにやっぱり コネクト、人との触れ合い、ちゃんと話す人と、道の人でもいいし、考えてごらん、道の人でも自分のおばあちゃんだったり、いとこだったり、お姉さんお兄さんだったりするんだよね。血はつながってないけどね。僕はもうなんか17歳の時悟りみたいなのがあったんですよ。なんかもうおばあちゃんも亡くなって、いずれ親も亡くなる、じゃあうわその時にうわってこうなるより、やっぱり本当の仲間家族っていうのは今やらないと、後から自分が後悔するだし、することになるしね、後からうわってパニックになるだけなんで、やっぱりみんなねまたリコネクトね、触れ合ってまた、ね、一緒に歩み、一緒に生きていこうっていう感じで、まあよろしくお願いします。僕第8です。で今回はまたね伊沢さんのおかげで、いつもありがとうございます伊沢さん、なんかいいよってまあそんな感じで、またドネーションもよろしくお願いします。ありがとうございます。次回楽しみにね。バイ。